その一番象徴的なのが清水文香、ご存知ですか？あ、はいはい、清水文香の出家騒動ってあったじゃないですか。 ありましたね。あれって僕と結婚させるっていう目的で引き抜いたんですよ。当時その東京グールとか暗黒女子とか、まあ、あれ、まあ、6年前ぐらいですかね、やってる時に、まあ、清水さんもともと信者さんだったんですよ。親御さんが信者さんで、まあ そうだよね、それで当時僕幸福の科学の千元よし子、はい、千元よし子っていう名前になって、あれは流行的にはこれバズるネタやろって思って、あの清水文香引き抜いてきて、で長男のヒロシと結婚させたらこれめっちゃバズるだろうって思って、これ間違いないって思ってやって引き抜いてきたんですけど、それ僕に相談なくやったんですよね。あのヒロシ、あの文香ちゃんと結婚しな、もう決めたからとか言って、いや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 みたいな、戦国大名の政略結婚じゃないんだから、僕それ断ったんです。嫌ですと。文香嫌だった。嫌ですと。僕バツイチなので、ちょっとバツイチなの？バツイチです、バツイチです。もう文香とその結婚を迫られる前に。前に一回もう結婚離婚で子供も一人。超面白いね。